こんにちは、速稼塾の久保です。億万長者合宿リメンバ ー, 今日もね行ってみようかと思います。まあ、まずね、逆境を乗り越える方法の前に苦労の競争っていうのは私しないんですよ。例えばね、自分が大変な思いをしてるって意識しても、他の人はもっと苦労してるから、いや頑張らなきゃいけないなって思わないんですよ。私他の人の苦労とかにあんまり興味ないのと、自分が苦労してたって自分で言うのはものすごくね恥ずかしいんで、腹の中ではいろいろ思いますけどもね、表現するときはいや楽ちんでしたよとしか言わないんですよね。いや実際それほど私ね、世の中の人が苦労してるほどしたことがないと思います。単なるね、大した努力もせずに大した頑張りもなくって今ここまで来てますんで、本当にそれだけなんですよ。それから逆境を乗り越える方法なんですけども、吉田さんが言ってくださった、私がね借金が3500万ぐらいあった時は追い詰められたんじゃないかって言いますけども、いやそんなことは全然なくって、お金ってことだけを見ていると結構マイナスだなと思ったんですけど、その時借金がたくさんある時ってもうお金を見てなかったんですよ。だからね、借金があると思ったら塞ぎ込むんですけども、例えば電話がかかってきますよね、消費者金融から。で銀行口座確認が取れてないんですけどって言ったら、あ、お金ないんですよ、明日入れると思いますとか言って電話切るんですよ。で明日また同じ電話かかってきますけども、まあそれ出たり出なかったりして、いやまた今度お金あったら入りますって答えればいいだけじゃないですか。別に怖い人が取り立てに来たりとか、自宅が調べられてドアにね、なんか借金返してって張り紙があるんじゃなくて、もう平平のんのんとしたもんですよ。でそこで思ったのは、まあいずれ返すから、まあ待っとけやって話なんですよね。それほど意識しなかったです。その代わり意識したのはもっとね楽しいこととか嬉しいことなんですよね。例えば借金がそれだけあってもね、あ今日も麻雀楽しいなとかね、今日は夜あの子とデートだと思ったら楽しいじゃないですか。だからね、多くの人はある意味ね陶酔してるんですよ。苦しみとか悲しみに浸ってるんですよね。いやそんなところ見てる暇がないんで、自分のなんかどんなに苦しい状況の時もカップラーメン食って美味しかったぐらいのことは感じると思うんですよ。じゃあその美味しかったに全勢力を集中して、いやなんか今日はラーメン美味しかったなって思えばいいんですよ。でもね、今日は借金苦しかったかなって思うから苦しいんですよ。だから私はどこを見るかによって全ての思考がまたねフィードバックされると思いますんで、いいことを見ていいことを感じていい感情を作って次の日に臨む、これを繰り返していけば本当にいい時ってのが起きると思うんですよ。それがね、せっかくチャンスが来ても自分が塞ぎ込んでいてネガティブな面ばっかり意識を捉えられて、あ、逆境にいるぞ自分はと思ったら、チャンスがチャンスに見えなくなってくるんですよ。全部がもう詐欺に見えてくるわけなんですよ。私はそんなことないですよ。詐欺にかかった時でも、いやこういう詐欺の方法があるのかと思えばいいわけじゃないですか。1個勉強したら30万でみたいなね、そしたら二度と同じような種類の詐欺にはかからないから、やったなっていうのと、人にこういう詐欺から気をつけるんだよってことによって、他の人の被害額を抑えることができるじゃないですか。だからね、逆境なんて乗り越えたことないですね。逆境を無視して順境ですね、逆の逆ですけども、順じるっていうのは本当自分の向かう方向ってことですね。逆境じゃないところ、順調な方を見ていけばいいと思うんですけども、どうでしょうかね。多くの人は逆境を意識してそっちの苦しい点ばっかりを見ることによって何か自分を美化してるんでしょうかね。そこから抜け出た自分の努力とか頑張りを人に認めてもらいたいんですかね。で私は自分が頑張ったり努力したりっていうのは自分から言わないですし、はっきり言って何にも感じてないんですよ。ただやっただけと。振り返ってみたら、うわすげえことやったんだな、二度とやりたくないなと思うだけですよね。だから私ね、過去に戻りたいって思わないのは、振り返ってみたら私の過去ってものすごい積み上げをやってるんですよ。それこそ凡事徹底を、あ、意識してなかったけどこれむちゃくちゃすごいことじゃんみたいなね、これ苦痛と感じてなかったのか俺はみたいなね、もう一回やれって言われたら絶対サイト1万個とか絶対作らないぞと、1000個も作らないぞと思ってるんですよ。だから過去に全く未練はないですしね、周りの誰かの苦労とかと自分の苦労を比較することにも興味がなくって、そもそも多くの人は大した苦労はしてないっていうふうに私は思ってるところがあるんですよ。いや本当に価値ある苦労してるんだったら、なんでまだ苦労し続けてんのと思うんですよ。本当に苦労から何か学ぶものがあるんだったら、もうすでに卒業してね、楽ちんなリタイア人生を送ってるはずなんですけども、ただ隠居っていう人が見回してもいなくって、ビジネスでうまくいきましたっていう人も未だになんか稼いでるんですよね。これはすごく不思議なことだなと思いますので、私はこれからもね、あんまり自分の苦労は意識せずに、自分の不幸に目を向けるんではなくて、自分の楽しい嬉しいというね、そういう感情にこそ意識を向けてみようかと思います。そうでしょうか。